漫画新連載研究会分室。この番組は漫画新連載研究会の活動の一環で毎週一本新連載を選び考察し研究していく配信です。はい、鏡京介です。はい、本当です。また出しちゃったはい、今回はこれです。はい、北北西に雲と池、はい、入江亜紀先生ですね。入江亜紀先生のどんな話でしたか。はい、ですね、はい、車とか機械と会話ができる17歳の日本人クォーターの少年青年を主人公にアイスランドを舞台として探偵業および、うん、おじおばの死に関わっていると欲しき、うんうん、弟との再会などを書くというですね、うん、そうそうそう頑張ってね、こう一巻をまとめるとまあこういう感じなんですよね、うん、だけど、うん、やっぱ面白みを直に伝えるのが難しい作品ってあるよねみたいな、ちょっと話したばっかりだけど面白かったんだけど、言葉にするとどこが楽しいのかっていう感じだよねまあそういう作品を作ってるわけですよね。なんかこう、うんうん、一言で超能力が面白いとか、うん、なんかミステリーが深いとか、うん、探偵としてかっこいいとか、うんまあ、そういう要素もあるんですけど、うん、じゃないんですよね別に。なんていうか、そうやってこう一言でこれこうだから面白いって言えないような漫画を作っているのが春田という認識でいいんですかね。はい。黒白推しのこれね、僕たちのあの表紙もかっこいいというね。表紙講座。漫画の表紙はどんなのがいいのかっていうのを考える表紙講座でも話題になった。すごいよね。今ここでももう絵だけでも魅力になると。まず絵がうまい、絵のうまさが前提だっていう話が出てましたよね。僕は絵のことよくわからないんですけど、うん、なんかもう風景画としてうまいみたいな。風景画としてすごいですよね。なんかリアリティもありつつも、ペン画としての綺麗さもあるみたいな、すごいですよね。ジムニーすごすぎない？ん？ジムニー？そう、この車ジムニー。へぇー。そう、いや、ジムニー愛めちゃめちゃ感じましたよ。ほう。ジムニーっていう車が、ジムニー界ではすごい愛着のある車で、はい、これだから好きな人が見ると、わかってるみたいな。はぁ。車ちょっと好きな人は、もうこの、ああ、ジムニーいいよね、みたいな。つか、ジムニー嫌いな人いないんですよ。そう、しかもちょっとこの前の古いタイプのね、ナウじゃなくてさ。でもすごいなと思って、話の内容とか、その心情描写とか、自然の描き方とかにも、絶対的な興味がありつつも、こういう機械のことにも、すごい、改造系がある、うんうんうん、じゃああれさ、興味関心をなんていうかうまく表現というか、もう絶対に興味関心があることをもう細かいところのハンドルの形とか見るだけで全て伝わってくる、そのこだわり。へえ。後藤先生もジムニー？ジムニー。ジムニー？ジムニー好きなんですか？ジムニーは結構好きですよ。だからジムニー嫌いな人いないから。あ、じゃあ、このジムニーと会話できるっていうのも、そのジムニーが好きな人っていうか嫌いな人はいないんでしょうけど、そうが見たらグッとくるよ。グッとくる。分かってるね。確かにジムニーは喋るぐらいに思う。これアイルランド？アイスランド。アイスランド。うん、北欧？日本からフライスあとフィンランドとかを経由していくことになる。フィンランドよりさらに先なんだ。だった。あとはだからこれ面白いなと思うのは、本筋みたいなのとそうでもないところとかがうまくバランスよく配置されていて、徐々に進んでいくというか、うん、なんか楽しげな、なんか自由だなと思って、全体的に本当なんかいろいろいいとこ紡ぐようにして徐々に書いていく感じ。構成としては、まず家族、うん、自分の能力について触れて、で、おじいちゃん出てきて、うん、で、弟は出てきて、ミステリーって感じですね。で、基本的には引き込み方としては、面白いなと思うのが、だからストーリーで引き込む、速攻ストーリーから引き込むわけではなくて、まずやっぱりこれキャラクターの魅力なんだろうなと僕は思っていて、キャラクターでどんな能力でどんなこと考えてるやつなんだろうということで引き込んでいきつつ、その後、まあ弟の話だとか本筋に入っていくという、だからキャラの描き方もすごい上手いんだなって思っていた。その男の子に注目させないと、僕ね、この例えば、
その3話目かな、なんかピアノ分解するようなくだり、ああ、ありましたね、うん、ここいきなりここに入るってさ、ここなんだ、4話目か、ゲーム機分解したりするくだりとかにいきなり入っていく感じって、結構これ難しい、よっぽどキャラクターのに興味を持って、どんな人でどんな能力なんだろうなみたいなのに興味なかったら、これ見せられたって、なんとも思わないと思うんですよね。ここを見せたところに、裏にある感情とか、この今書いてある階層にですね、本筋となるストーリーとがあってその階層を見せてるわけじゃないので、難しいと思うんですよね、基本的には。それをうまくやっているためには、多分キャラクターにそもそも興味を引かせなくてはいけない。それができてるから成立するのかなとか、ちょっと不思議って思ってた。でもああいう分かりやすいキャラ紹介って、うん、なんか1話とかで入れたくなりません？入れたくはなります。入れたくなると思ってて、入れて興味深く読ませるのってやっぱりでも僕は難しいだろうなって思っている。1話2話くらいまで、うん、主人公のキャラってどうですか？立ってます？どの辺立ててます？キャラが立ってるかっていうと、でも興味は引かせてるよね。何をもってキャラが立つと言わせるかっていうかだと思うけど、まあでもあの車が横転した時の対応で、そう対応キャラは立ってるっちゃ立ってるのか。うん、こういうピンチの時にも慌てずにコーヒーを飲むホットドッグを走るという。そうなんかもっとこれ最初の時20代後半ぐらいだと思いましたね。そう17歳ですよ。いやキャラ立ってるよね、一人で会話するやつ。なんかいろいろ細かいテクニックを駆使して引き込んでるのかな。なんか主人公の動機、何かを追っかけてるんですけど、うん、その追っかけてるものが何だかわからないことによって何探してんだろうなみたいな興味の引き方、しかも謎とか、なんかこの子誰なんだろうとか、うん、謎とかも散りばめつつの、なんかあとはこの、もうそもそもこの、そのアイスランドという島を車が走っているという気持ちよさ、なんかいいなみたいな、このドライブ感。そのドライブ好きだったらね、もうこれだけ見てるだけでも、走るのは楽しい、ここにいる理由は今はそれだけだ。それだけなんですよ。面白いですね、この温度感の違い。ドライバーあんまり好きじゃないんで、車って目的地に行く手段なんで。マジかよ、ジムニーの声が聞こえねえのか。ジムニーは軽自動車なんですよね、基本的には山あいを走るためのね、車高の高さとかがいいわけですよ、ね。へえ。いや、興味深いですよ。一番目はあれですね、あの女の子の正体が全然わからないんで、すごい幻想的な感じになってますね。なんか妖怪やってみたいな感じですよ。確かにそう。この子はあれですよね、すっかり僕はでも剥がせたけど、後々登場する彼女なのかな、どうなんだ。じゃないですかね。うんうん、もうこの時点であったわけです。なんでこの子はしかし、あのこんなところに一人徒歩で来て盗みを働いていったんですかね。なんでなんですかね、なんかあるのかな、今後の回収が。しかしこれがあの1話でキャラを立ててるんだとしたら、うん、そのなんか分かりやすいこうゲーム改造しましたじゃなくて、うん、車を横転した時も防寒をしてご飯食べますよっていうのでキャラ立てれるってのは面白いですね。面白いですね。少年漫画だとできそうなんですけどね。うん、なんか機械の声聞くみたいなのもそんなに一応の段階でははっきりはやってないですもんね。やってないですね。なんか能力使いますみたいな演出はあるけど、うんうん、よくわかんないですよね。よくわかんないです。うん、もう一個言っていい、このジムにはね、このドアのところのヒンジがすごいいいの。ヒンジって何？ヒンジ、ここのドアの付け根の部分のヒンジ。ヒンジって何？何がいいの？え？珍しいんだな、多分そこが目立ってる車って。おジムニーぐらいしかないんじゃないか。だから機械に対する愛があって、うん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 、っていうのは大事だよね。なるほど。あとヒロインってケルト神話的ななんかあるんじゃないかなと思っていて、エルフとかそっちですよね、アイスランドって。なるほど。だからそこら辺の伏線。あ、ちょっとあれだね、じゃあ東西さんの推薦文を、うん、不思議な美女と怪しげな音と少し不思議な力を持った探偵のお話、表紙への圧倒的なうまさで引き込まれた。
水や光の反射など圧倒的怒り狂い自然物を描いている日本では見られない広さや澄んだ空気感まで伝わってくるので、物語の舞台であるアイスランドに訪れてみたくなった。擬音やセリフは少なく、キャラの表情や仕草などから心情を読み解く作品。うーん、そうなんだよね。なんか行間読みたくなるというか、すごいゆっくり読んじゃった。なんかこう一つ一つ画面の隅々になんか情報があるんじゃないかっていうのが気にならされて読まされちゃうんだよね。その絵で空気感っていうのは、例えばこういうカードですね、はい、ちょっと手塚治虫っぽいなと思いながら、なんかね、確かに どうしてそう思うのかは、駒の割り方とかなのかな。じゃあ駒の割り方、手塚治虫っぽいですね、うん、じゃあこう日本が舞台だとまたそのなんていうか空気っていうかジメッとした感じが出てますよね。へえ、ジメッとした湿度の高さみたいなのが出てて、あ、違う国だっていうのが一発で見て分かるのがすごいなって思いました。言われたらそうかなって思う。なんで違う自分が思うのかがよく分かんなくて、緩急の好きだったなと思うよな音。あと構図の取り方がやっぱ日本の時とこの海外の時はちょっと違うような、そうなんですね。広くこうカメラのフレーム感みたいなやつが違うような気がする、うん、しかしこういうのどうやって売るんですかね。でもね、やっぱりみんな注目されてこの漫画を読めみたいなものに選ばれてるとか書いてあったし、これでもみんな表紙買いです。僕も表紙買い、表紙買い、はい、もうちょっと細かく教えてほしいんですけど、表紙見た時にどこに目が行くんですか。僕はこの青ですね。あ、基本的に今の漫画の表紙ってキャラクターのアップだとか、そうですね、コラージュ的なものが多いんですけど、これ結構まっとうにこの風景で立ってるっていうところを出してて、そういうのなかったの、うん、こういうのって上手い人じゃないと怖くてやんないですよね。しかもアナログも珍しいなと思ったし、これはね、表紙講座でもいい表紙として、うん、そうそうそう、売れる表紙として出てきたやつですからね、うん、同じことしても多分真似はできない。同じ構図で書いてもアナログなのかな、ちょっとそこまでわかんない。もしかしたらデジタル売りっていう可能性もあるかな。はい、という感じです、はい、まとめは。じゃあこれ表紙がで売るんだとしたら、僕たちこんな話書いても売れないってことですか。確かにこれが全く我々の絵だったら読んだら面白いけど、この魅力を言語化して伝えることってすごい難しいじゃないですか、はいはい、確かにこの鳥さんとかが生ってこう近くに来てくれるのも、タッチがリアルな鳥だからなんか嬉しさがあるんであって、デフォルメ化された鳥だったらですよねみたいな、それは来るよねみたいな、漫画だからねみたいな空気が出るかもな。この表紙を見た時にすごい信頼感がもう、あ、こんなにこれが勝てる人だったら異国感ある漫画を読ませてくれるんだろうなっていうので、パックされてても注目されてても買っちゃいました、うん、いやーすごい作品があるな世の中には。はい、参った本当にね、僕は良かったですねこれは、うん、すごい良かったのかというの、言葉にできない良さもあるなっていうね。してくださいしてください。でもね、やっぱ僕はなんだかんだやっぱり肝はね、主人公にあると思うんですよね。これがやっぱり主人公に引き込まれて、主人公に興味を持ってるからこそ、そこを中心に世界を見て、その世界の綺麗さとかも体験できるんであって、そこがやっぱり中心となっていないと、だからこの子のちょっとしたこじれ感っていうのも、やっぱりすごく大事なものだと思っていて、なんかちょっとこじれてて、いろんな機械の声も聞けて、本当は鳥の声も聞こえるかもしれないし、なぜか友達いないみたいな、うまくやれないみたいな、重いんだよ、お前らみたいな、ちょっと重い感覚、感情とかにこう、手こずってるみたいな、そういうところのほんの些細なところが、魅力になってて、そこが気になってるからこそ、世界を楽しめるように、世界やミステリーを楽しめるようになってるんじゃないかなって思いました。主人公の友達みたいなのが出てきてから、ちょっと若干イラッとしましたもんね。なんかハードボイルドさが失われてきた。友達、弟じゃなくて出てくるんですね、あ、なるほど。ゲームを解体したとか、そういう分かりやすいエピソードじゃないところでもうまくキャラを立ててたと、だと思いますね。そうです、そうです。そもそもだからキャラに興味がなかったらゲーム解体したっていうところがもうまさに全然魅力なく見えちゃうはず。その時点ですでに興味持ってるから見れる
これ春田じゃなかったら通りますかね。これどうやって通したんだろうと思っちゃいますね正直。うーん、これだって書いてみて渡していいですねってならない限り無理じゃない。しかもさっきのその空気とかいうのはもうペン入れてからの話ですよね。ねえ、もうそもそもではあるけどね。雑誌は選ぶ必要があるってこと？多分それはすごくあると思う。春田じゃなきゃ無理かも。ちなみに春田とビームって方向性どう違うんですか？どちらかというと、うん、女性が手に取りやすいのが春田という印象ですね。今ちょっと男の方が強いかな。うん、じゃあそんな感じです。はい、キャラクターが結局大事だったっていう、うん、それはなんか分かりやすいエピソードじゃなくても立てられると、うん、はい、はい、そんな感じで、あ、登録ボタン、この辺にある登録ボタン、登録ボタン、あと下に赤いボタンがスマートフォンの場合あるんで、お願いいたします。なんかうまく言えなかったから僕たちのテンションが重苦しいですね。作品に圧倒された感。じゃあまた。